はい、視聴者のみんな、俺はチバレークロケット、ネオアメリカのガンダムファイターだ。今日は俺の愛機ガンダムマックスターがついに HGFC に出たから紹介していくぜ。それじゃあモビルトレスシステムセットアップ。それじゃあ武装の解説をしていくぜ。まずはギガンティックマグナム。こいつは腰に2丁マウントされていて、俺は射撃もうまいからよく使ってたな。ネオメキシコのモビルスーツ、ペスカトーレやシシオー走破グランドガンダムとの戦いで使ったぜ。ただグリップが収納できないのは残念だな。次はファイティングナックル。これは差し替えなしで動くようになってるぜ。いいよいいよ、すげえすげえ。ちなみにエフェクトパーツはこのナックルの先にもつけることができるぞ。サイクロンパンチだ。次はボクサーモードだ。まずこの胸のアーマーを外して、カートのアーマーを外す。そしたらここのピンを横に倒して、この穴に入れるぜ。そしたらここを倒して、これでボクサーモードの完成だ。これが本物のバーリングパンチだ。おっと、フライヤーシールドを忘れちゃいけねえわな。こいつで41話のめちゃくちゃかっこいい登場シーンも再現できるぜ。そして最後に今川監督考案の新モード。こいつはマックスターの走行を極限まで落とし、スピードに特化した形態だ。じゃあこれで紹介動画は終わりだ。 See you again。